ブルック・ウォレス・ジャコビーは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の元プロ野球選手、野球指導者。ウト右ミギベンチュラ短期大学を経て、1979年の MLB ドラフト7巡目でアトランタ・ブレーブスから指名され、プロ入り。1981年にメジャーデビュー。1984年、クリーブーランド・インディアンスへ移籍した。以後、 同球団の中心選手として活躍。1986年と1990年には MLB オールスターゲームにも選出され、1986年にはメジャーリーグ選抜軍の一員として日米野球に出場している。1991年シーズン途中にオークランドアスレチックスに移籍するも、翌1992年にインディアンスに復帰。 1993年、中日ドラゴンズに入団。背番号7。現役メジャーリーガーとして、相当の期待をかけられたが、オープン戦で、打率1割8分6厘、日本塁が、6打点と振るわず、古傷である右膝の不安もあって、開幕直後から極度の不振に陥ってしまった。結局5月上旬、怪我を理由に退団。この後、中日は、 彼の後釜としてマットステアーズを加入させることになる。引退後、2007年から2013年に、新シ,シナティレッツ、2015年シーズンから2018年までは、トロントブルージェイズで打撃コーチを務める。なお、ジャコビーは2001年に、インディアンスが、チーム創設100周年を記念して選抜した100人の、名選手の一人として選出されている。 1992年公開の映画、ミスター・ベースボールに主演したトム・セレックに野球の技術指導をしたのがジャコビーで、後に映画の舞台となった中日ドラゴンズに入団したことを喜んでいた。ありがとうございます。